My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be.下田文雄リーダーズストーリー。こんにちは、 RKB アナウンサーの下田文雄です。この番組では毎週お一人の福岡そして日本の経済を支えるリーダーたちのこれまでの人生そしてこれから開く未来のストーリーを語っていただきます。今日のお客様です。先週に引き続き株式会社モリンガ代表取締役小浜大樹さんです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先週伺いました社名のモリンガとはインド原産の樹木ということですね。はい、はい、そして葉っぱにたくさんの栄養素が含まれていて、小浜さんはその粉末をこのスーパーフードとしてモリンガドリンクとお茶として日本に、はい、企画販売されていて、これ創業から何年になられますか？はい、今会社自体は4年目を迎えております。4年目ですか、はい、この4年振り返っていかがでしたか？そうですね、今おかげさまで、岩田屋店の方でですね、多くのお客様に恵まれて、また通販の方でも販売をさせていただいておりますが、当初はですね、なかなかこのモリンが、聞いたことがない植物に非常に苦戦をしました。どのような状態だったんですか？そうですね、私どものやっぱりこう創業の頃約1年間はですね、本当に売り上げがゼロの日々が続きまして、商品はあるわけですよね。おっしゃる通りです。はい、はい、でどのようにこの、はい、最初はですね、福岡の大橋駅の近くで、ね、そうです、はい、はい、あそこで祭事としてですね、昼間は販売をしてたんですよ、でやっぱり大きい声出してモリンガですとどうですかというのを約1年やったんですけど、なかなか売れない、売り上げはゼロの日々と、でそんな中でもやっぱり、モリンガを皆さんに知っていただきたいっていう思いと、うんうん、やっぱり私どもも、生活をしていかないといけない部分があって、昼間はモリンガの販売、で夜は、お店が閉まるのが夜の8時で、そこから、自宅に戻り、はい、夜10時から夜勤のバイトをすると朝までですね、っていうのを約1年間しまして、ちょうどその催事のスペースで、段ボールを引いて仮眠を取るっていう生活を1年間したのを未だに覚えております。段ボール敷いて寝てた、はい、いうことですね、はい、で売れた日って嬉しかったでしょ？嬉しいです、やっぱり、私どもがそのモリンガの良さっていうのをお客様にお伝えさせていただいて、あ、じゃあ飲んでみようかなっていうことで飲んでいただきまして、やっぱり売れた日っていうのは、嬉しかったです。で、そのご褒美として、コンビニのですね100円のコーヒーを買って帰るっていうのがそのご褒美の日課でした。あら、まあもう本当にね、聞くも涙のご苦労ですが、どこでそのなんか状況ってこう転換したんですか？はい、天気はですね、こう突然訪れまして、大橋駅の催事をしてた時に、隣で催事販売で来られてた蜂蜜屋の方がですね、若いのに頑張ってやってるねとお声掛けいただいて、よかったら僕がその岩田屋の催事の担当の方をつなぐことができるよというふうに、お声掛けいただいたのがきっかけで、そこから岩田屋さんの方で催事販売を、重ねて、今は常設の店舗として展開させていただいております。すごいですね。やったと思いましたか？思いましたね。やっぱり、当時のその、蜂蜜屋の方もそうですし、バイヤーの方にもですね、いろいろ勉強させていただいて、そして何よりお客様方、ありきで今があるというところです。そうですか、はい、現在27歳の経営者の小浜さんですが、お小さい頃ってどんなお子さんだったんですか？鹿児島ご出身ですよね。はい、私は、母と祖母の2人に育てていただきまして、
っぱりこう好奇心が旺盛だったものでやりたいということは何でもやらせてもらえる環境で育てていただきました、うんうん、将来なりたいものが当時あったわけですね。はい、はいはい、そうです。検察官を目指して、大学受験をしてたんですけど、うんうん、大学受験にちょっと失敗したというのが、私の中でまあ一つの人生のターニングポイントとなりまして、結果として今この商売させていただいている福岡の方に、うん、大学で進学をしてきまして、うん、はい、多く学ばせていただいております。お、大学時代どのように過ごされたんですか？はい、で当時私が進学した時に熊本の地震が起きまして、はいはい、で熊本の地震が起きた時に、うん、3日後に現地入りをさせていただきまして、そこからまあ瓦礫の撤去や、はい、物資の供給っていうのをメインでさせていただきまして、うん、今もそうなんですけど、熊本の益城町の益城小学校の方で、はいはい、子どもたちや、うん、そしてその地域住民の方々と一緒に、うん、地域の輪をつないでいくというようなイベントっていうのを、まあ、スターバックスさんであったりとか、三菱地所さんであったりとか、多くの方々の協力を得てですね、イベントを運営っていうのをさせていただいております。学校のボランティアに力を注いだというわけで、はい、そうです。しかし卒業してなかなか就職活動難しい時期だったんですね。そうですね。あいにくちょっとこう運が悪かったのかコロナというものが来まして、就職がうまくいかなかったっていうのはありました。だからこそモリンガと出会ったということでしょうか？はい、モリンガという商品に出会ってこれだと思ったっていうのがきっかけだったもので、お客様にそれをこう届けてですね、お客様からお電話とかお便り等で、モリンガ飲んでよかったっていうお声、またはこういうふうに体調良くなったよっていうお声をありがたいことに毎日いただいております、はい、でこれをいただく時にですね、あ、やってよかったなとか、でこれからももっと頑張ってやっていく、我々そしてこの株式会社モリンガの仲間のですね、活力になっております。あ、そうですか。27歳の経営者小浜大輝さんですけれども、これからの夢目標ってありますか？はい、私どもが掲げている、目標としまして、健康を望む方々にとって、モリンガが当たり前な時代を作るということを目標に、頑張らせていただいております、はい、今週のお客様は株式会社モリンガ代表取締役小浜大輝さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お相手は下田文雄でした。それではまた。ラジオをお聞きの皆さん、声優の菅めぐみです。8月24日土曜朝7時スタートの帰りたいサラリーマンにしげる役で出演しています。ポッドキャスト YouTube でも配信予定。ぜひ聞いてください。